アンナ・リー・メリットは、アメリカ合衆国生まれの画家、イラストレーターである。生涯の大部分をヨーロッパで活動し、人物画や風景画を描いた。フィラデルフィアで裕福なクエーカー教徒の両親のもとに生まれた。ペンシルベニア女子医科大学で解剖学を学んだ。1865年に家族とヨーロッパに移り、ステファノウ氏、ハインリヒ・フェルディナント・ホフマン、レオン・コニエ、アルフォンス・ルグロといった画家に学んだ。1870年に普仏戦争が始まると家族とロンドンに移った。1871年に有名な美術評論家のヘンリー・メリットと知り合い、指導を受け、1877年4月に結婚したが、その年の7月に夫は亡くなった。アンナはその後も再婚することはなかった。イギリスで暮らし、アメリカにも作品の展示のためにしばしば訪れる生活を続け、イギリスとアメリカの両国で多くの賞を受けた。最もよく知られたメリットの作品は1890年に描かれたラブロックドアウトで夫の思い出を象徴する作品で閉ざされたドアの前に立つキューピッドが描かれた。この作品はロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に展示され、彫刻家のチャントレーの寄付により、帝都ブリテンに収蔵された。ありがとうございます。